皆さんこんにちはそれでは第四章三の講義を始めていきますそれでは早速今回の学習テーマを見ていきましょう今回は手形の取引のうち特殊な取引ですね裏書き譲渡や手形の割引の処理方法について学習していきたいと思いますそれでは講義の内容に入っていきましょう ではまず手形の裏書き譲渡について見ていきたいと思います手形の裏書き譲渡というのは以前に受け取っていた他のお店の手形を譲り渡し支払いに充てることを言います手形の受け取り人についての立場で考えていただきたいんですけれども手形の代金将来受け取るということはその分ですね手形代金の受け取りが遅くなるということですはい。 ところがですねこの手形の受け取る権利というものを持っているわけですからこの権利を誰かに譲り渡して支払い手段としてですね用いることができるこれを裏書き譲渡と言います真ん中が当店の図になっているんですけれども以前得意先から手形を受け取っていますとでそのまま得意先から代金を受け取ることもできるのですがこの手形を使ってですね 仕仕入入れ先から商品を仕入れたいとでその場合には手形の裏面になるんですけれども相手の名前や必要事項等をですね書,き書いてですね相手に渡すという形になりますので裏書き譲渡といいううようにです、ね、呼ばれています、まあ、このように代金を受け取る代わりに相手に譲り渡してですね支払い手段に使うことができるというのが裏書き譲渡になります。 それでは手形の裏書き譲渡時の処理について見ていきたいと思います今回の図なんですけれども手形の裏書き譲渡の図の前にですね得意先から手形を受け取ったというものもですね示しております手形を受け取るというのは将来手形の代金を受け取る権利を得たということになりますので受け取り手形という資産を計上しています そしてこの裏書き譲渡によって手形代金受け取る権利をですね相手に譲渡して減少していると考えますので手形のですね裏書き譲渡時点では受け取り手形の減少と考えます。それれでではは説明です商品100円をを仕入れ代金は手形を裏書きして支払ったとえ仕分け見ていきますが借り方仕入れ100円貸し方受け取り手形100円です。 裏書き譲渡の処理については受け取り手形の減少と考えてください。はい、えー、それではですね、今度は裏書き譲渡によって手形を受け取った側のですね処理を見ていきたいと思います、えー。手形を裏書き譲渡されることによってこの手形代金の受け取る権利というのが自分のところに来るわけですね。はい、これによって 手形の代金を受け取る権利を得たというふうに考えることができるわけですつまり、えー、手形代金のもらい手になるわけですね説明を見ていきます商品100円を売り上げ代金は手形を裏書きされて受け取ったとえー、仕分け見ていきます借り方受け取り手形100円貸し方、えー、売り上げ100円となります まあこのように手形の受け取り方は問わずです、ね、手形代金を受け取ることになったという場合には受け取り手形の増加としてです、ね、処理をしていくことになります、はい、それでは裏書き譲渡された側の処理を引き続き見ていくのですが今度は先ほどと何が違うかというと自己振り出しの約束手形を裏書き譲渡された時です。 つまり誰かが振り出した手形を受け取るのではなく自分が振り出した手形それが裏書き上とされ続け巡り巡って自分のところに帰ってきた場合どうすればいいのかというのを見ていきますはい、えー、説明を見ていきますけれども、えー、商品100円売上代金は自己振り出しの約束手形を裏書きされて受け取ったということですねはい、えー、この場合には 裏書譲渡の処理の前に約束手形の振り出しの処理がですね以前に行われていたということになりますなのでまずは約束手形を振り出した時の仕分け確認しておきますけれども貸しし方着目ててください支払い手形を計上しておりますつまり手形代金を将来支払う義務というのをですね追っていました。 ところがそのの手形、自分のところに返ってきたわけです。つまり手形の代金をですね誰かに支払う必要がなくなったと考えますそこで、えー、自己振り出しのです、ね、約束手形裏書き譲渡された時には借り方支払い手形100円貸し方売上100円となります、はい、つまりもともと支払い手形として計上していた負債が 手形が自分のところに帰ってくることによって減少したんだというふうにですね考えていくことができるということになりますはい、今度は手形の割引について見ていきたいと思いますこれも引き続き手形を受け取った側の会計処理なんですけれども手形を受け取るというのは代金の受け取りが将来になるということです ところが、えー、お金をですね今すぐ欲しいという場合もあります、えー、そんな場合に用いるのがこの手形の割引という処理なんですけれども、えー、手形の割引とは受け取った手形を支払い期日前に銀行に売却して現金化することを言いますつまりこの手形の権利を銀行に売り渡すことによって今すぐですね、えー、お金を受け取ることができるんだということですただし 受け取るお金について気をつけていただきたいんですけれども手形の金額つまり手形に書かれている額面金額をそのままお金としてもらえるわけではなくお金の受け取りが早まった分のですね代金割引料というものを差し引かれて受け取るという形になります。はい、でこの割引料分お金はね減るというわけですからこの割引料については。 手形売却損という費用の環状で処理をしていくということになりますはい、では手形の割引の仕分けについて見ていきたいと思います、えー、説明ですね受け取った手形100円を銀行で割引割引料10円を差し引かれ手取り金90円を当座預金に預け入れたという処理です こちらも同じようにもともとですね手形を受け取っているということで受け取り手形という資産を計上している状態そこからですね銀行に割引いたということでどういう仕分けになるか借り方当財金90手形売却損10貸し方受け取り手形100円となりますはい手形の権利を銀行に渡すということで受け取り手形という資産が100円減少します ただしそれに対して受け取る金額というのは割引料を引かれた90円ですでこの差額分について借り方にね差額が生じるわけなんですけどもこちらが手形売却損という費用として処理をしていくことになりますこの手形売却損という費用をしっかり覚えておいてください今回の講義内容の理解を深めるため 対応する問題演習を行っておいてくださいそれでは第4章 ③ を終わります